午後の3時40分ぐらいです。お買い物ですけど、まああるものはあるんですけどないものはないですねっていうのが3月24日ですね。そんなお買い物でした。今日も卵は買えませんでした。卵はありません。どうやらパン粉がなくなってますね。パン粉がないです。こっちは、お砂糖がなくなってます。食パン類が全滅です。何もありません。バナナが入荷しつつもなんか随分なくなってますね。なんかバナナがえらいなくなってます。パン類は残っているんですけれども、なんかもう全然ないところはないですね。種類によっては全然ないってことなのかな。なんか安いお芋からなくなっちゃってるみたいですね。はい。ハンドソープとか、そうですね。なんかそういうのがなくなってますね。ボディーソープはあるんですけど、ハンドソープとかはもう全然残ってないです。どうやら赤ちゃんの粉ミルクがないみたいです。あ、もう買わないもんなんで、あれですけど。人気ある離乳食がなんかなくなってるみたいですね。紙おむつは安い紙おむつがないんですか？わかんない。まあ、紙おむつあることはあるんですけど、まあ全く棚としてはがっつりない部分があるんで、なんか人気商品はないんじゃないですか？これは牛乳類ですね。牛乳関係がもう全然入ってません。入荷してません。いつもだったら担当がいて店頭で販売してるのがもう全然やってません。なんかそういうサービスを禁止しちゃっているようです。で、この思いっきり棚がないのが、これがパスタ類です。パスタ類が全くなくなっちゃってて。で、あとはパスタソースが、なんかもうあれですよね、人気あるのは、売れちゃって、なんか人気ないのが、ここで、あれですね、なんかわかりましたね。なんか、まああるものはあるんですよ。まあただ、なんでしょうね、パスタとかがっつりなくなってます。中華のヌードルなんかも、なんか売れ残ってんのと売れてるのが、なんかはっきり差が出てますね。まあ、探しゃ食べるものはあるという感じです。インド系のピタパンみたいなのがなくなってますね。なんかこう、ソースはあるんですけど、まあ、あとはまあ、ソースなんでしょうね、これ。クッキングソース、パスタソースとか、ああいうのがやっぱなくなってます。まあ、ビビったるもんですけど、なんかブラウンライスとか、まあなんか、あれですね、一応お米系なものはなくなってます。残ってはいますけど、やっぱこう日頃ありえないほどに、ポテトチップ類は売れちゃってますね。サラダオイルとかが随分なくなってますね。オイル類が全然ないです。ビーンズとかトマトソースですね、その辺がないです。トマトの缶詰とかの棚もスパゲッティソースとかの缶詰ですねが全然ないです。はい。紅茶類はまあ残ってはいるんですけど、相当ね、棚としては空になっちゃってるって感じです。はい。芋特売みたいなものはなんかなくなっちゃってますね。なんかこんな感じです。特売はなくなってます。芋ものによっては随分ないです。まあなんかわかんないですね、何がないんだか。この辺がトイレットペーパー類なんですけど、もう完全に全滅です。もうなんか全然ないです。で、あとはキッチンペーパーがこれだけ残ってますね。なんか私も1個買いました。はーい。そんな感じです。メガネ屋さんは生きていくのに必ずしも必要な仕事ではないので、なんか活動できないようですよ。こっちが歯医者さんなんですけど、やっぱりコロナウイルスの影響でやっていませんということです。